巨人山瀬慎之介捕手22が26日同学年のドラフト1位西立雄飛投手21イコール中大イコールとの超速爆型コンビ結成に意欲を示した動画安倍監督が山瀬に打撃アドバイス最速バッテリーの誕生だブルペン入りしたドラ1の捕手役を務めて初共演高卒5年目捕手はうなる系のいいまっすぐを投げていた 比べ物にならないくらいクイックは速いし、クイックであの球の強さはすごいと驚愕した。二塁送球タイムで9回トップレベルの1、8秒を切る強権を持つ山瀬と、1、1秒台の高速クイックを駆使する西立がタッグを組めば鬼に金棒。盗塁は絶対にされませんと自信を見せた、コンビ結成へ1軍に食らいつく、昨季1軍5試合出場の高卒5年目星は春季キャンプ1軍スタート。 監督もも変変わわってチーム方針も変わる何を求められるかどういうチームになるのかを会話して感じたい自慢の守備力とコミュニケーション力も高める今オフは地元石川がのと半島地震で被災実家に帰省していた自身も震度5強の揺れに襲われた母校清涼の選抜出場も決まり野球ができることに感謝してやってほしい と自らににも言い聞かせるようにエールを送った自慢の強肩を生かし、保守争いに殴り込む、宮内浩太、球界の主ななバッテリー、グライシンガー×鶴岡一世9年、巨人は正捕手に阿部がいたが、相性の良さを買われて、グライシンガー先発時は鶴岡が主に先発。13勝の活躍を支えた。 ダルビッシュ×鶴岡新也ダルビッシュが所属していた当時の日本ハムでは大野と鶴岡の併用だったが、ダルの先発時は鶴岡が専属捕手。斉藤和×的場直樹、ソフトバンク斉藤の専属捕手を同学年の的場が務め、6年には最優秀バッテリー賞を受賞した。ウェイクフィード×ミラベリマイ大リーグで通算200勝を挙げたな、ナックルボーラー、ウェイクフィールドは。 アールソックス在籍時に不規則なボールの変化に対応できるミラベリが専任保守。